で、こんにちは。今日は1年ぶりぐらいにガーデナの東京セントラルドンキ系の日系のスーパーに来ています。ここは昔はマルカイというマーケットでした。今日は火曜日なのでもうめちゃめちゃ空いてますね。火曜日の朝10時半ぐらいです。1年ぶりに来たらお店のレイアウトがすっかり変わっていてですね、ちょっと分かんなくなっちゃった。この辺一面化粧品だったはずなんですけど、おせんべいとか食べ物になっています。ちょっとうろうろしてみます。最近鹿児島フェアがあったみたいですね。鹿児島のものがいっぱいあります。こういうね、なんかご当地フェアみたいなのも前はすごい頻繁にこのお店やっていました。でも鹿児島行ったことないから分かんないや。ドンキ系のお店なのでドンキのもの、ほらこれとかたくさんあります。このタンブラーとかは日本と値段どのぐらい違うんでしょう。私実は日本のドンキは一度も行ったことがありません。これは長野フェアの名残ですね。乾燥松茸どうする、買う、考え中です。日本のものは大抵あるっちゃあります。でもうすぐね10月末にハロウィンなので、こうやって日本のお菓子配る人いるのかな。ポッキーとかパンダとか、うちもそろそろ飾り付けをしなきゃいけませんね。このドンキのキャラクタードンペン君っていうのかな、すごい。こんな目覚まし時計とかペンまであるんですね。すごい事業展開。ドンペンっていうキャラクターのぬいぐるみだけじゃなくて、何これ、 T シャツとかお箸、お箸とか他のマグネットとか、なんかいろんなものが売られています。日本のものか中国のものかちょっと微妙なものもありますけど、見てこれ、この日本っぽい靴下、これ成田空港で売ってそう。びっしりです。東京って書いてあるのとか、塩飴って書いてあるのとか、こんな感じ。で日本に行ってこう冷感布団みたいなの、寝具みたいなのがあってすごいと思ったけど、ドンキ系のお店売ってるじゃん。もう1年以上このお店来てなかったので、こんなに様変わりしてるのは全く知りませんでした。値段は日本に比べてどうなんでしょう。シャンプー、コンディショナーとか化粧品も結構日本のものありますけど、値段はどうなんでしょう。やっぱり日本より高いでしょうね。あ、ヘナもまだこのお店売ってる。でもすごい恐ろしい値段です。アイハーブで買ったののこの辺でも倍ぐらいで、こうやってヘアカラーの日本のもありますけど、多分日本より高いと思います。もう日本のこういうのもね、ずいぶん買ってないですよ。昔は日本に帰った時に買って帰ってきて使ったりしてたんですけど、今飛行機に乗れないじゃないですか、その荷物。あ、利尻昆布もある。もうドンキホーテ食一色になりましたね。マルカイが東京セントラルになった時はそんなにドラスティックに変わらなかったんですけど、今はほらドンキならって言っちゃってる。東京セントラルなのにドンキならあなたに合った商品が見つかるってはっきり言ってますね。もうドンキ色を前面に押し出してきてます。でも大体日本のものはそんなにわがまま言わなければ買えるのかなってやっぱり思います。こっちも冬はまあまあ冷えるので、こうやって切り灰回路、北回路みたいなのが売られています。これ日本に比べると値段どうですか。きっと高いはず、アメリカの方が。でこういう感じでお風呂に入れる温泉の素みたいなのもありますが、こちらではお風呂に入るという行為がラグジュアリー、すごい贅沢なことなので、あんまり使うチャンスないかな。
歯磨き粉とか歯ブラシとかもありますけど、値段どうですか？多分日本よりずっと高いですよね。歯ブラシ1本5ドルとか6ドルとか、日本だとこれいくらなんだろう。高っ。アメリカの歯ブラシを使います。日本製の紙製品この値段、日本だといくらなんだろう。今回私日本で紙製品の値段見ないで帰ってきちゃいました。白檀の香り、香りはいらない。の紙はやっぱり高いですね。なんか家電コーナーも随分変わっちゃって、見つけることができなかったぐらい。まだタイガーのもあるし、あと象印の方が多いな。製品ちゃんと置いてますね。このライスクッカーとか、こういう何グリルのやつとかのデモのバイトを頻繁にしていました。前は2種類ぐらいあった七輪、1種類しかないですね。39ドル99、前より高くなってるな。で、備長炭もちゃんとあります。前はもっとちっちゃい備長炭だったけど、今大きくなってる。こんな感じでバーベキューグリルっていうのも売ってますね。どうしよう、買う？七輪買う？すごい今考え中です。ここでデモしてたの懐かしいな。私家電芸人と晴れるぐらい炊飯器のことに関しては詳しかったと思います。キノコ類も多分日本よりずっと高いですよね。もうえのきが5ドル99ってどういうこと？昔は78セントぐらいで売ってましたよ。昔ってコロナの前ぐらい。これじゃキノコも食べられない。さっきの松茸が安く感じます。もやしも前は78セントとかだったのに、それでも日本より高いはず。1ドル超えてます。この一番安いのでかろうじて99セント。うちはもやしは買っても食べなくてダメにしてしまうので買わないです。韓国のもやしみたいなやつだったら何分のにして食べるかもしれない。果物はどうでしょうね。パパイヤパウンド4ドル59、キウイ1個99セントザクロ1個1ドル99、レモン79セント、あ、この中でこのキウイは69セント。もしかしたら果物は安いのかもしれない、日本より。日本のコーヒーもこんな値段。私はこれ、こういうコーヒーとかはアメリカのものを飲みます。お米もこうやってあるんですが、高いよね。こんな昔10ドル切ってたのが22ドル99。私このタマキゴールドよく買うんですけど、今30ドル超えてますね。どうしよう。あっちの方に見えるお米も、なんか現地米はずっとそんなに値段変わってないけど、向こうの白菊とかあれも10ドル切ってたのに倍になってますね。日本のお米もあります。この値段どうですか。5キロで25ドルとか30ドルとか、たまに20ドル切ってる時にすごい贅沢と思って買いますけど、どうなんだろう。私この生え抜きがほら安くなってることが多いので結構買いますね。あと実家で食べるのはこのつや姫、
んな感じ。日本よりやっぱりお米高いですよね。この辺だとカリフォルニア米になります。カリフォルニア米でも2キロ15ドルとか、ふざけてんの、高っ。この玉錦この間買ったらですね、あんまり美味しくなくて、炊いた後すぐに黄色くなってしまったので、もうしばらく買わないです。でこの辺の錦米とかもカリフォルニア米ですよね。高くなってると思う。普段は私はこういう大きいお米を買います。塩麹13ドル99 10ドル99 4ドル99ですね。あとこうやってほら、普通に漬物もあります。この生しも塩麹安くない？4ドル99。酒粕もあるし、こうやって米麹もありますね。でこういうお漬物も一通り、これ周り全部回らないけどぐるっとあります。今日はたくあんを買って帰ります。豆腐もあります。でも一つ2ドルぐらいするかな。あとはこんにゃく類、メンマとか焼きそばとかかんぴょうとかラーメンとかもとりあえず全部あるんですけど、値段はうん絶対日本の方が安いですよね。でこのなんかこうアメリカで作ったなんちゃってかまぼこみたいなのもあります。こういうなんちゃって練り物、納豆もある。でも日本の何倍っていう値段ですよね。おでんセットはこの値段です。ハッピーラッキー K さんがおでんを作ってらっしゃったんですけど、ね、それですごい食べたいと思ったけど、こんな買えないよ。でうちのアメリカ人たちはおでんあんまり好きじゃないんですよね。私が一人で全部食べることになります。油揚げの値段は日本に比べるとどうなんでしょう。でもこれはさすがに自分で豆腐を揚げないので買います。うどんが2つで9ドル98。昔はこれ1つ2ドル99でしたよ。昔ってコロナ前です。もう本当に1年以上来てないので、コロナが大変だってなった最初に初めて並んで買い物に来たぐらいで、あと来てないので、ちょっとうどんの値段も衝撃的。5ドル99、買えない。今日は日本の魚が欲しくて来たので、魚は必ず買って帰りますが、値段はどうよこれ。ちょっと、私仕事辞めて、水を飲んで塩を食べて生活するようになるかもしれない。どうしましょう。何買おうかな。やっぱり干物ですよね。開き、味噌漬け。魚の値段はなんかちょっとしばらく買ってなくて分かんなくなっちゃったんですけど、どうなんでしょうね。この間ほらアラの話が出てたじゃないですか。まあちょっとこのタイの釜とかは違うかもしれないけど、アラでこんな値段ですよ。この何の魚だろうこれ。アラが5ドル6ドルするのもあるのでこんな魚食べれない、どうしよう。でも何か干物買って帰ります。卵は日系のお店の方がアメリカのお店より安いです。この地卵ケージフリーが1-3ドル99、3つ買って帰ります。でこんな感じで普通にアメリカのお店で売ってるものもここの方が安い。卵は日系のお店いいかと思います。うずらもあります。チリ産の養殖の鮭でこの大きさで3切れ10ドル以上ですよね。でこちらがテネモノ、ロシアのですけど鮭なのでこれ買って帰ります。日本のオイルこんな感じ高いですよね。前は2ドル99だった。で日本のマヨネーズも高い。うちの子供たちは日本のマヨネーズ大好きです。アメリカのマヨネーズあんまり好きじゃないので結構頑張って買ってたんですけど、そんなにたくさん買えないかな。備蓄で1ドル99とか2ドル99の時にたくさん買っといて本当に良かったです。今2倍3倍ですね。醤油もこんな感じです。もっといろんな種類ありますけど、一番安いのがこのワダカンの1ドル99。昔本当に昔コロナの前はワダカンって
もっと安かったかもしれない。ごま油$5.99、これラルスで$1.79の時にごっそり買ってあるのでまだあります。この辺はこの辺のお醤油はですね$11.59とか$9.39ですけど、多分グローサリーアウトレットの方が安いです。日本のお酢もありますね。しゃぶしゃぶのタレとかすき焼きのタレとかそばつゆとか、もうみんな高くなっちゃってて、何を買えばいいか分かりません。かつては99セントだったパン粉もまあほぼ倍ですよね。小麦粉も私はあえて日本のは買ってないです。高いっていうのもあるんですけど、普通にアメリカのお店で買ってます。ごま、小豆、大豆がこの大きさで$4.99です。納豆を作る本当に。高野豆腐、日本こんなにきっと高くないですよね。で、切り干し大根とかもこんな値段です。グルテンフリーとか今流行ってますけど、私はオフは普通に食べます。安、これ安いって感じるけど、きっと日本はもっと安いんでしょうね。どうしようかな、干し椎茸買っておこうかな。安い中国産は買わないので大分産を買おうと思います。海苔のところ、海苔海藻のところに来たんですけど、まあ、海苔は私実家からごっそりもらってきました。もうこんな値段、普段買うのはこんなやつ。あと私ね、ラルフのクリアランスでオーガニックの海苔っていうのを山ほど買ってきているので、海苔は何年もいけそうです。フジッコ見つけた。私このフジッコを今回買って帰って、卵焼きにしようと思います。なんか他のもある。これどう違うんだろう。ポタージュとかお味噌汁とかスープミックスと、あと海苔ご飯ですよとかお茶漬けとかありますね。ふりかけは日本に帰った時にもうすっごいたくさんいただいてきたので、当分買わないでもいけそうです。くださった方、私と思ってると思う。ありがとうございます。このスープなんかは自分で必ず作るので、ミックスはいらないかな。でも備蓄にいるかな。すごい値段ですよ。こんなコーンスープ$5.39とか無理コーンポタージュ$5.49、無理です。牛肉はこういう値段です。で、ちなみにこれ何、アメリカで作った US 和牛ですよね。パウンド$9.99っていう安い肉もあります。これ本当にこういう肉かね。あとはしゃぶしゃぶ用の豚肉とか、パウンド$9.49。このしゃぶしゃぶもパウンド$12.99、高。豚肉って安いお肉だと思ってましたけど違うのかしら。で、牛肉これ一つ買うかな。これもパウンド$9.99の、これなんて言うんですか、切り落としって言うんですか。これも昔って、コロナ前、もうちょっと来てないのでしばらく、コロナ前はパウンド安い時$6.99で買ってたかな。これもパウンド$12.99、まあ牛肉はまあこんなもんかなと思います。こっち鶏肉ね。鶏肉はアメリカのお店と同じくらいかな。なのでアメリカのお店で多分買います。この辺の美味しそうな、ほら脂肪が甘そうな和牛もパウンド$89.99。しゃぶしゃぶ、すき焼きにするのもったいない。日本で買ったらもっと安いですよね。この鹿児島産の和牛はもうすごい、パウンド$109.99、でもなんか真空パックされててまあまあ悲しい色になっています。